なの初めて見ましたよ私。蒸発を抑えることによってすすが溜まりづらくなるということです。はい、処理すべり。あ、久保田さん来た。2024年1月11日になりましたということで、午後ね1時半を過ぎたんですけど、今朝ねマイナス20度ぐらいまで目室町下がりましたが、まあ、今でもね上牛湖で日中でもマイナス10度ということで大変寒い日となっておりますが、なんかね D 型の中でジェットヒーターの燃える音がするんですけど、果たして何が始まるのでしょうかと。よいしょと。ということで、ね、じゃじゃーん、こんにちは。このおさんにはどなたなんでしょうということなんですけど、三菱農機の前田と言います。お世話になってます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。帯広営業所工場長の門脇です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は D1 ケミカルの中野と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。3人の方来られてるんですけど、なぜ来られたのかということなんですけど、本日ですねこの添加剤をですね持ってきていただきましてですね、この添加剤の性能をですねこういった機械を使って今紹介していただけるということをしていただきますんで、よろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。先日ですね私秋の三菱農機さんのね展示会行って、この添加剤ちょっとだけ紹介させていただいて、もっと詳しく知りたいという問い合わせが多く寄せられたということで、改めて今日ねちょっと寒いんですけど倉庫の中で説明していただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、弊社はですね潤滑油のオイル添加剤 SOD1 プラスっていうのを製造している、本社が福岡にあります D1 ケミカルと申します。製造を販売開始してからですねもう27年経過しておりまして、こちらの製品はですね三菱農機さんで純正採用をいただく形で、三菱農機さんブランドでの販売をさせていただいている製品となっております。基本は潤滑油の添加剤になりますので、農家さんの場合ですとトラクターですとかトラック、軽トラ、あとは乗用車など、あと作業機械にもですね全てにお使いいただける製品となります。製品の基本的な特徴になります。で基本的には3つございまして、まずは洗浄効果で、その次に油膜の増強効果で、その3つ目がシール剤の柔軟性の回復効果、この3つを合わせた商品となっております。あともう一つの特徴としましては、一つの製品で例えばトラクターの場合エンジンから油圧の装置ミッションですね、あとはまあマニュアルのミッション、あとデフですね、一つの製品で全ての箇所にお使いいただくことが可能なオイル添加剤となっております。何にでも使えるんですね。で全ての例えば鉱物油ですとか合成油、全て のオイルグレード、あと粘土に対応しておりますので、よくいろいろなメーカーさんからオイル添加剤数多く販売されていると思いますけれども、この製品は一体どういった効果があってどこに使えるのかっていうのが正直分かりづらい部分もあるのがオイル添加剤なんですが、弊社製品は一つの商品で全てに使えるという特徴があるところから、非常に安心して取り扱いいただくことが可能となっております。どのオイルにも入れていいってことは非常に使いやすいですよね。使いやすいです、はい、選ばないっていう、はい、製品としてはもう自動車業界においては27年の実績があります。プラス全国のですね各都道府県にあります自動車整備振興会さんの方からも推奨をいただく中で販売をしている製品となりますので、安心してお使いいただけるというのも一つ製品の特徴になっております。幅広く皆さんに利用されている信頼を得ている添加剤ということですね。はい、こちらの製品ですね三菱マヒンドラさん、三菱農機さんの方のオリジナルブランドとして SOD1 パワーという名前で販売しているんですが、基本的に農機具関連はもう三菱農機さんの方からの販売をさせていただいております。最近の特徴的なトラブルとしましては、トラクターのエンジンのですね排気系統についている黒煙を保守するですね DPF っていうフィルターですね、そこの目詰まりっていうのが非常にトラブルにもなっておりまして、でこの SOD1 パワーなんですが、添加をいただくことでこちら資料の方にも書いてあるんですが、排気系のトラブルを抑える効果非常に大きく持ち合わせておりますので、 DPF のですね自動再生っていうすす焼きという作業ですね、はいはいはい、が開始になるそのインターバルをだいたい2倍から3倍ほど延長することが可能になっておりまして、 DPF への負担を軽減する効能も持ち合わせております。なぜオイル添加剤を入れることで DPF の負担が軽減できるかというのは、エンジン内でですねディーゼルの場合圧縮熱が非常に高い状態に
になりますので、熱影響を受けてですね、実はオイルがエンジン内で蒸発してます。でその蒸発したオイルが DPF 内に入ってくることでオイルが焼かれる状態になるんですね。でススなんかは綺麗に焼かれるんですが、こちらですね、アッシュと書かれているもの、これ実はエンジンオイルを作る際に使うオイルの添加剤の成分になります。でこれが基本的に金属で合成されている添加物のためにですね、 DPF 内に燃え残りが残るんですね。それが非常に DPF へ悪影響を及ぼしております。でこの SOD1 は大学との研究でもしっかり結果が出ているんですが、油膜の厚みを 1.32 倍ほど厚く形成することでオイルの蒸発っていうのを抑える効能を出すことができます。蒸発を抑えることによってススが溜まりづらくなるということですね、はい、しかもですね、粘土は SOD1 非常に柔らかい粘土のものになりますので、粘土に影響せず油膜だけを厚く形成するというところが非常に燃費を維持しながらしっかりと油膜を厚く形成すると、非常に内燃期間圧縮っていうのが非常に重要になりますので、こちら図のですね、ピストンシリンダー間の油膜というものをこのような形で厚く形成することで圧縮がしっかり担保されますので、燃焼改善もできますので、非常にエンジンは調子を取り戻すような形になります。ということでございますが、パネルだけ見てもちょっとよくなんか実証していただける。あ、今回はちょっとこちらですね、はい、ティムケンっていう油膜試験機の方をお持ちしておりますので、ティムケンという油膜を測定する機械、はい、こんなの初めて見ましたよ私。どのように変化するかっていうのをこちらの機械で見ていただけると思います。なるほど、すごい機械ですよこれ。これで油膜の性能が分かるということでございます。楽しみでございます。お孫ちゃんどこ行くんですか。お孫ちゃん雪降ったにゃ、はい、こっち行きましょう。はい、お孫ちゃんにソリ買ったぞ。おじじ手袋履いてください。はい、お孫ちゃん行くよ。はい、お孫ちゃん手袋なんで脱ぐの、手冷たいでしょ。はい、ソリ滑りです。はい、お孫ちゃんお孫ちゃん、なんで指吸ってんですか。滑り台作ったぞおじじ、滑ってみるか。行くよ。やっほー、イエーイ、楽しい、ウェイ、おー、イエーイ、あの楽しい、喜んでます。はい、よっこいしょ。一柔らかすぎるなこれ。まだまこちゃん滑るよこれ。うぃゅー、はい滑ります。なんかちょっとバランス悪いんじゃないですか。あー、危ない危ない。イエーイ、楽しい、イエーイ、楽しいです。はい、ソリ滑り。あ、久保田さん来た。お孫ちゃん、新しい久保田の我が家の担当さん、笹谷さんです。どうです。あ、どうも、はじめまして。北海道久保田帯広営業所、所長の笹谷さんでございます。お世話になります。お世話になります。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。オフ会にね、ちょっとね、今記念品持ってきていただいたんでね、来られる方これ当たりますんで、皆さん楽しみにしてくださいということで。にお孫ちゃん、はい、笹谷さんがプレゼント持ってきてくれました。こんにちは、はい、こんにちは、笹谷さんです。これからお世話になります。孫ちゃん M7 大好きだもんね。帯広営業所の所長さんが記念品持ってきてくれました。バイバイ、バイバイ、久保田さん、バイバイ、バイバイ、バイ。おじじ、おっきいな滑りで作ったじゃ。はい、行きます。イエーイ、わー、すごいぞこれ、高いぞ。行きます。はい、おお、滑る滑る、うわー、面白い、やった、面白い。頂上まで登ったぞ、滑ってみるか。はい、お孫ちゃん滑るぞ、行くぞ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、わー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 、面白いね、お孫ちゃん、それ滑り面白いでーし。